どうもテノールの中井良一です。今回の曲は、イタリアのカンツォーネでもナポリの歌、ナポレターナって言うんですけど、そのナポレターナの名曲レジネッラ、日本語では、小さな女王様とか僕の可愛い女王様みたいな感じで紹介もされてますけど、レジネッラをお届けしました。すごい有名な曲で、ナポリの例えばコンサートでこの曲が歌われたりすると、客席に歌手の人がマイク向けるとみんなが歌えちゃうぐらいすごい人気がある、愛されてるカンツォーネナポレターナの曲です。で、なんでこの曲を知ってるかっていうと、よいしょ、この CD、ジュゼッペ・ディステファノっていう往年の名テノール、まあ、オペラ歌手、オペラファンの人はみんな知ってるんですけど、まあ、そうじゃない方でもマリア・カラスっていうソプラノの方の名前をね、聞いたことある人はあるかもしれませんけど、マリア・カラスのね、最後の恋人としても名前が出る、非常にモテた、人気のテノールだったんですけど、そのジュゼッペ・ディステファノのこの CD、まあ、彼が20代の若い、まだオペラ歌手としてデビューする前の22、3歳の時の録音の CD があるんですけど、まあ、レコードを復刻したこの CD にレジネッラが入ってて、これを大学生の頃に買った時に、いい曲だなと思って耳で聴きながらこう楽譜に起こしたのを覚えています。で、他のいわゆるカンツォーネ、まあ、米プリマもそうですけど、オーソレミオとかもあの辺も全部そうですけど、いわゆるこう典型的なカンツォーネとガラッと違ってて、まあ、お聞きいただいた方も多いと思うんですけど、割とね、こう内省的で、歌詞もそんなにこうグイグイ来る感じじゃないし、なんかささやかな日常生活の中にでももちろん愛が歌われてて、なんかでもどっかやっぱほろっとする、もう僕たちは愛し合ってないんだみたいな、そういうなんか哀愁も感じる曲で、商品、小さな作品として、僕も長く好きでいるんですけど、やっぱやる機会がなかなかなくて、今までも3回しかやってないですね。まあ、好きな曲なんで覚えてるんですけど、3回サロンとかね、レストランで、それこそギターで弾いたこともあったかな、1回はあったと思いますけどね、まあぐらいの感じですね。今後もまた機会があったら、そういうところで歌ってみたいなと思います。オペラ歌手が歌わない、まあ、米プリムもそうでしたけど、オペラ歌手のスタンダードカンツォーネじゃないので、オペラ歌手のテノールの音源っていうのはほとんどないんですけど、いわゆるカンツォーネ歌手っていうのがイタリアにいらっしゃってて、もうカンツォーネがメインの、まあ、カンツォーネのプロみたいな、クラウディオ・ビーラとかね、有名ですけど、この曲はね、ロベルト・ムーロロとかセルジョ・ブルーニとか、こうギターを片手に一人で歌う男性歌手の演奏が僕は大好きで、まあ、今でも人気があるんですけど、そういう音源も YouTube で聴けるので、よかったら聴き比べてみてください。オリジナルのナポリ人ならではの成長ナポリ方言が、僕みたいな、ジャパニーズなんとかじゃなくてね、生粋のナポリ人のナポリ方言で歌われているレジネッラ、とっても魅力的なので、ご紹介します。ではまた次の動画で会いましょう。